さあ、てとね、暑い、暑い、とりあえず、涼みがてらね、中で、クーリスアイスとね、なんだアクエリアスとね、これだけだとね、さすがにちょっとシャバいんで、なんか松山土産のやつが、なんか愛媛のなんか特産品が大土産物コーナーみたいなんで売っとったんで、せっかくなんでね、買ってきました。だいぶ反対側なんですけどね、山陰側だけど、まあいいでしょう。よし、あとでそっちは写真載せときます。いやダメだな、やっぱカメラがダメなんで、一応駅前ブライトやってみようと思いますけど、カメラがもうダメになるかもしれない。今だいぶ頑張って冷やしましたけどね。いやーきついね、こんだけ暑いとね。34度ですって。暑いわ。こんなとこにも生ステーカーある。アイス飲もう。クーリッシュちょっと飲まんとやっと出んぞこれ。暑い。なんで高級パンのお店って謎に高級感のない作りのところが多いんでしょうね。しかも閉まってるし、ダメだったのかな。豊岡がコウノトリの町なんだ。それで特急もコウノトリって走ってるんですかね。へー、この先の木の先も木の先まで走ってますもんね。もう一つね、その網野の横にも温泉駅があるらしいんです。バシウムあるらしいんですけどね、ちょっと寄れやかもしれんな。言うてもう4時3時過ぎですもんね。45分の電車に乗って4時5時とかに乗るからな。まあまあいい時間だもんな。もうよいしょ、暑い。とりあえず止めてクーリッシュ飲もう。ダメだこれはね、ダメだ。どっか引っ掛け、あ、最悪もう駅前のところ行くか。暑い。わよ。洪水炎天下は無理だもんな、こんな暑さだと。あ、結構長いアーケードなんだ。このタイプのアーケードもいいですよね。四日市は逆にこっちが少ないですからね。案外こっちの風は抜けますからね。あと維持がしやすそう、単純にね。すごいな。藤原のお店がある。すげえ。やべえな。
フリッシュ、もう無理だ、暑すぎる。よいしょ、これね、よいしょ、ちょっと冷やしとこうか。もう底溶けてきてるもんな、ダメだよこの暑さ。よし、これでちょっとは熱が防げるかな。赤いね、こうずっとほんとあるんですね。ああ、大変だ。ぶつった、あ、まつかった。大乗仏教、仏教じゃ仏教か。あ、そうか。熱っ、いや、ひねろう。クーリッシュをね、うまいことカメラに当てながら飲んどったら、あからさまやし、歩行者でしたけど。いやー、なんかこんなすごい建物なんです。何の建物なんでしょう。オーベルジュ。1925ってあったか、きっと1925年に建てられたんでしょうね。もうすぐ100年。すごいな。大正15年やもんね。おお、すごいわ。合ってる、大正15だよな。じゃあ大正14年か。ダメだ。あ、腹で計算してるお金。ああ、炎天下ダメだ。うわ、すごく立派な建物。まるで市役所な。